あなたたちが私を止めてくださったのですね。ありがとう。もしかしてホーリーさんっていうのはあなたのことなの？そうです。ホーリーは私が人間として小人たちと過ごした時に名乗った名前です。ということはホーリーさんの正体は七色鳥。あなたがどうしてファブリースのチビちゃんたちの前に現れたりしたんですか？それはお礼をするつもりだったのです。お礼？こんな私も最初は小さな蝶だった。まだ森を飛ぶことに慣れていなかった私はある時大きな蜘蛛の巣にかかってしまいました。どんなに暴れても蜘蛛の巣から逃れることはできず、私はもうこれで終わりだと覚悟をしたのです。そんな時通りかかった小人たちが私を蜘蛛の巣から逃がしてくれました。私は自由になり力いっぱい羽ばたいて空へ帰ったのです。彼らは手を振っていました。私は彼らに命を救われたのです。私を救った小人たち、それがあの七人です。それから数年が経ち、私は七色鳥として大きく成長しました。成長した私には魔物としての力も十分に備わっていました。私は変化の力を使い人間に姿を変え彼らに近づきました。欲しいものを与え恩返しをするつもりだったのです。でも彼らと生活するうちに共に過ごす時間が何よりも大切なものとなっていきました。私はいつの間にかずっとこのままでいたいと思うようになっていたのです。それなのにどうしてチビちゃんたちの前からいなくなったの？それは私の体に異変が起こったからです。どこからか大きな闇の力が私に働きかけてきました。魔物である私はその力によって本来の魔物としての本能を呼び覚まされてしまいました。そうして私は徐々に自分の中の魔物の血が騒ぐのを抑えきれなくなっていったのです。彼らに迷惑をかけないためには黙って彼らの元を離れるしかなかった。そして森にこもった私は自分を操ろうとする力と必死に戦っていたのです。けれど私はその力に負け完全な魔物としてあなたたちに襲いかかってしまったというわけなのです。そうだったの。もう私は彼らの元に戻ることはできません。彼らにこの手紙を渡していただけませんか？わかった、きっと渡すよ。おそらく私を操った闇の力はこれからあなたたちが戦おうとしている存在です。それはとてつもなく恐ろしい力。負けないでください。きっと世界を取り戻してください。ではそろそろお別れです。さようなら。呪楽様のところへ行ってみましょう。うん、